さんこんにちは。あなたのクレクレクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。透明ブロックは抜けるためのアイテムではありません。キリンさん、クリア率 2.78%、 ベストクリアタイムは 1.3 秒、一瞬で終わるコース。本当に一瞬で終わるのかな。結構長くやることになりそうな気がしますよ。習慣が上にあったよ今ね。走っていくだけではダメ。これはあれだよね、クリボタワーを越えていくときと同じようなしゃがみジャンプ。ほい、あーできない。いけたいけた。あ、いけない。タイムアップ。こっちは完全にダメね。はいはいはい、了解了解。これで置いて、これで1個目の鍵をゲット。でもう1個鍵を取って赤扉に入って、これでゴール。 OK。これはあれですよ、スピラがやり込んでクリボータワー抜けを慣れてる人にはそんなに難しくないかもしれない。それでは次のコースを遊んでいきましょう。はい、お次はこちらのコースを遊んでいきたいと思います。ダッシュスピンジャンプ、お化けもいないお化け屋敷。もう遊ばれてる数がものすぎます。皆さんもちょっと遊んだことあるかもしれないんですけどね、実は私初挑戦です。どっちに行けばいいのかな。こっちから飛んでいくのかな。普通に飛んでいけばいい感じ。よいしょ、スピンで飛べって書いてありましたよね。こんな感じ。こうか。了解了解。あ、ここは違うね。こんな感じ。わからなかった。どうすればいい。まずここでマントをもらえるでしょう。こうか。はい、こうか。オッケー、こうだ。この辺だ。床が見えないけど、この辺だ。この辺だ。やったー、1アップ超低空スピンジャンプ飛行。やった、1回やられちゃったけどね、2回目でクリアすることできました。ありがとうございます。はい、お次はこちらのコース、音符が連結した氷ロード、ミルクティーさん。ベストクリアタイム2分28秒、長めだな。このコースやって終わりにしようかな。クリア率は 11% 台でしたね。氷が連結したミルクティーロード、あ、違うか、なんだっけ音符が連結した氷ロード、連結というか一体化してますね。なんだなんだなんだ、あのハテナブロックを叩いておきたいぞ。なんでもないのかよ。キノコバネを取って上に登って、こいつが動いてる間に戻ってこいよと。なるほど。これ氷が連結してることによって、あの音符の隙間から下のファイヤーに落ちちゃうことがなくなるかもしれないけど、普通に落ちたわ。いや、見放さないでね、本気で寂しいから。よし、この辺。危ない。あ、上に来るのか。待っててよかったんだね。見て見て、下の氷からオフブロックが出てもかわいい。よいしょ、ダメージ食らっちゃった。優しいから、そろそろまた次のキノコあるんじゃないの。あるよね、ほら、あった。キノコ。でもここでまたブラックパックンが出てくるあたりは優しくないけど、でもこのぐらい出てきた方が面白いか。次はなんじゃろうな。できるだけコインもらっていこうかな。あ、中間ポイント発見、ありがとうございます。ここからエリア2、アメリカの宇宙人開発、宇宙人開発、宇宙人を隠してるんじゃないかと言われてるところはエリアいくつでしょうか。どうでもいいね、そんなのね。あ、なんでだからそういうところで当たるのかな。
別にキノコがあるって知ってたわけじゃないんだからね、畜生め。普通に進んでいいよね。挟まれてやられるかもしれなかったから落ち着いて登って登って、バックームは上にも下にも出てくる。そして最後はブラックパックンちゃん、足場はちょうどいいタイミングだった。これでいい？はい、下に落ちるよ。次また危ない、落ちるよ。もう一丁、あ、道がなくなるところだった、危ない。強引にゴリゴリしちゃったけどこれでよかったかな。下の足場をしっかりと見て、ファイヤーファイヤーファイヤー、よっしゃ。中間はもうないのかな、そろそろボス戦な気がするんだけども、ゴールだった、やったー。あの足場でボス戦とかってのは結構難しそうだからね、これでよかったかな、助かった。はい、お待たせいたしました。最後は新着コースから、その名もハテナ海のイライラ棒的なステージかな、大丈夫かな、クリアしていこう。狭いな、二マスか。このファイヤーが地味にめちゃくちゃいやらしい。よし、怖いよー、あー怖い。なんでこんなコースやることにしちゃったんだろう。こんなコースって言ったら失礼か。あはとりあえずスタートの上とか下とかに抜け道はなし、普通に行くしかなさそうかな。ズルを探したくなっちゃうんですよね、とりあえずね。制作者さん用の隠し料とかあるんじゃないかなとか思って、さっき今のとこでやられたんだっけ。あ、でもここ抜ければゴールっぽい。やったー、短くて助かった、よかったー、イエーイ。いや、暑い夏はねクラゲの海には注意してくださいね、刺されたら痛いし危ないよ。イワンさん、ハテナクリアすることができました。一番乗り、そして今日はこの辺りで終わりにします。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバイ。